文化勲章の受賞者には、J リーグの初代チアマンで、日本バスケットボール B リーグの発足などに貢献した川淵三郎さんなど、7人が選ばれました。また、文化功労者には、映画や舞台などで活躍する俳優の北大路欣也さんら20人が選ばれました。 今まで携わった仕事の中で、私を吹き上げてくださったその方々と共に喜びたい。そのほか、ファッションブランド、コム・デ・ギャルソンの創設者でデザイナーの川久保礼さんや、女性天皇の成長を描いた天井の虹の作者である漫画家の里中真知子さんなどが選出されています。